日本画のイメージをぶち壊したい部分あるんですよ。別に日本画っていう言葉自体がなくなってもいいと思ってます。いいものは伝統としてきっと残っていくだろうっていう、いいところもあるじゃんみたいな。日本画を描きたいのではなく、日本の技法で描きたい。ブレイクゼリー、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。現代日本画家大竹博子、1980年岐阜県生まれ。青春時代に出会った日本画に魅了され、海外にも活躍の場を広げるアーティスト。追い続けるのは流動的瞬間の中にあっても変わらないもの。常に流動的であるからこそ、その中に真理みたいなのがあるんじゃないかなと思っていて、変化の象徴として蝶、花も、やがて枯れて種ができて、その種が次の芽を生んでいくっていう循環だったりとか、そういう自然の変化の中に何か大切なものがあるんじゃないかなと思って。世界が変わったとしても変わらない大切なものがある。だからこそ感じる日本画というジャンルへの違和感。誰からか見たら新しいことでも、誰かから見たらすごい古かったりするわけじゃないですか。もちろん昔から伝統的な技法を使っているっていうのは知ってたんですけど、それがイコール私の中で古いって思ってはなかったので、言葉だけでカテゴライズされてしまっているなっていうのはちょっと感じますね。日本画を古いものではなく美しいものと感じてほしい。そのために彼女があえて取り組む手法、銀箔を焼くっていう手法から独自に発展させて、銀の成分を薬品で溶かしながら描いているんですけど、結構日本の考え方で朽ちていくことの美しさみたいなのを感じられる感性があると思っていて、変化していくからこそ美しいものがあるっていうことを同時に表現できたらなと思ってます。現代に通ずる真理を日本の伝統技法で描く、それこそが現代日本画家大竹博子の使命。いい作品って時代を経ても見る側が変化してれば新しい気づきがあると思うんですね。こう何か頑張っていたりとか、それこそ新しい挑戦してる人たちに寄り添って気づきがある作品を作り続けたいなと思ってます。美を次の世代へ。27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。次週は画家谷原夏子のブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。